から見る景色はどこの街も同じで、すすけた団地とビルがひしめくだけ。ねえ君、就活生かい？まあそんなとこですね。調子はどうかな？いやまああんまり良くないですね。ね、不景気だからね。いつも車内で頼む眠気覚ましのコーヒー、スマホを片手に眺めるみんなの就活、バリゾーゴンを浴びた面接の圧迫に涙を流したいつかの帰り道、途中下車しなよ、どうせこの次の企業も落とされるだろうな、途中下車しなよ、面接会場行かずにドタキャンしようかな、下車しなよ、胃腸の調子も悪いし家に帰ろかな、途中下車しなよなぜか急に